三郎幸義師範の門下となり、さらに大正12年7月より空手を修行し、柔術の長所と空手の特徴を取り入れ、さらに創意工夫し、昭和の初期頃に和道流空手術、和道流柔術拳法の技法と理論を完成しました。現在第3代大塚弘則先生が継承しておられます。第2会場、武装神殿流居合術の御演武でございました。続きまして第2会場、渋川一流柔術の御演武でございます。第2会場、渋川一流柔術、流僧首藤蔵之進光時は渋川流及び難波一方流を習得し、さらに他所で朝山一伝流も習得し、渋川一流柔術を創始した。松山藩に仕え、渋川一流柔術の教授を行っていた。渋川一流柔術は素手と素手、素手と回拳など都市空間で自己の身を守る術技と棒術、十手術、奮闘術、鎖鎌術、居合術などの武器を用いて身を守る術技から成り立っているが、武器を用いる術技は朝山一流と呼ばれている。
You may notice that the bulb